んばんは、ゆうかです。引っ越してきてから初めて撮影をしています。ということは撮影にどれだけブランクがあるんでしょうか。ちょっと恐ろしいんですけれども、初心に帰ったつもりで今日も楽しんで作っていきます。今回作っていくのはこちら、じゃーん、ハイグレードのガンダムルブリスです。こちらは予約開始時にヨドバシ .com で予約をして購入しました。水星の魔女プロローグに出てきた段階でとてもかっこよかったので、どんな感じになっているのかとても楽しみです。それでは本編をご覧ください。それでは開けていきます。ランナーが3袋と、説明書はこんな感じ。裏面も従来の説明書よりずっと読みやすくなっている気がします。図が大きくなってるのかな、それとも色がちょっとでもついてるからでしょうか。胸のパーツだけ袋に一つ入っています。開けてみよう。すでにもう絵柄が描かれてるパーツになっています。内容物は全部でこんな感じです。早速組み立てていきます。まずは頭です。何の番号だと思ったんですけど、この番号の下のローマ字が項目の中で使うランナーを指してるんじゃないかなって思います。説明書も進化してんだ。こことここクリアパーツになっています。クリアなところもあるんだ。少し丸みを帯びているので、二度切りはニッパーよりもデザインナイフの方が向いてるかもしれません。うわ、ちっちゃい。緑の部分が目なのね。一瞬どこだと思っちゃった。で、頭をシールを貼らなくても、ここも面のところも緑が出ているので、キラキラさせたくない場合はシールを貼らないで置いてもいいのかなと思います。私は一応貼っておきます。はい、顔ができました。縦の長さが短いからか、やはり女性的な顔に見えます。次はボディを作っていきます。パーツの形状も独特です。いやー、鮮やかな色だな。まずは首のパーツ。わざわざ向きを変えますなんて書いてくれてます。これはまってんの？奥までしっかりはめ込む。このくぼみに貼る。あ、爪が長くてうまくできない。なんだか顔みたいです。で、ここにピンクのパーツをつけていくと、この穴に差し込む。うまくはまらない。よし、来た。フロントのパーツもつけて、顔がグレードアップしてる。首のこの周りのパーツも曲線的なデザインをしています。ここにはめる。で、最後に首と。ここにつくパーツですが、どちらか選んでつけるみたいです。こちらのパーツを私はつけていこうと思うんですが、このクリアパーツでつける場合はこのシールを内側に貼るという指示がありますので、ちょっとそっちもやってみようかなと思います。内側に模様がもうプリントされてるってことみたいです。シールの中身やいかに。おー、え、すごい。シールの中に本当にプリントされてます。すごい。これを内側に貼る。ちょっとでもむずいぞ。はい、貼れました。こちらが元々のパーツで入っていたもの、こちらがシールを貼ったパーツになります。色が全然違うので選んでつけることができそうです。はい、ボディができました。胸のこのパーツは少し前に飛び出ています。そしてやはり顔に見える。まだ作り始めたばかりですが、お腹が空いてしまったのでここでご飯タイムにします。今日の献立は買ってあったこんにゃく麺のごまだれと作り置きしてあるもので簡単に済ませます。麺はよくゆすいで水を切ってトッピングをしたいとこなんですけれども、それを作るのもめんどくさかったので作り置きの味付け卵をトッピングしました。半熟加減はバッチリです。付属していたごまだれをかけて作ってあった中華スープを温めていただきます。
サラダはレタスをチンして、シーチキンと中華調味料で適当に和えたものだった気がします、うんうん、こちらの中華麺ですが、冷やし中華ということでしたが、冷えたラーメンみたいな感じで美味しかったです、うん、ただ本当の中華麺を使えればもっと美味しいんだろうなと思いました。うん、これで後半も頑張れます。次は両腕を作っていきます。まだ1ページ目なのにそんなすぐ休憩してよかった先に肩のパーツを合わせちゃう。よいしょ。動かせるようになってると、このくぼみ部分にこの出っ張ってる部分を差し込むと、可動域も広そうだし塗装もしやすそう。作ったパーツを1個ずつ入れていって、すごい、本当にアントハメ加工いらないかも。ここの肩の部分をばらしたらここまでばらけるんですけど、組み立てるのにはめ込むだけなのでアントハメ加工が必要ないと思います。これは画期的。はい、両腕ができました。結構これ可動域が広いんじゃないでしょうか。次は両足を作っていきます。今更なんですが、ランナーから切り出すシーン、あれいらないんじゃないかと思って先に切り出してあります。以前はパーツの区別がつかないから一個一個切ってたんですけど、もうさすがに分かるようになったんじゃないかなと思います。こうかな。つま先をくっつけて、かかとをつけて、太ももの軸になるパーツ結構大きめです。この後ろのパーツにはラーニアをつけて、もう挟んじゃうと後はめできるのかな。中も複雑ですし後はめ加工は難しそうです。このサイド部分がちょっとポコって出てます。こういうデザインなのかな。間違ってるわけではないもんね。両方につける。膝パーツですが、くぼんでる部分に太もものこの棒状の部分を差し込むような作りになっています。ふくらはぎのパーツも同様です。膝の前にもバーニアがつく。ほう、これどっちが前なんだ。膝を曲げた状態で走行を差し込むと、これで入ってると思います。この足首とふくらはぎをつなぐところもくぼみにはめ込む式になっていて、気づいたんですけどポリキャップがそういえば入ってないんです。すごい、ポリキャップ使わないでくっつけられるんですね。考えられてるな。はい、両足ができました。足はこんなデザインになっています。ポリキャップがなくても結構スムーズに動くもんですね。足首も可動域が結構広そうです。次は腰を作っていきます。腰はたったの4パーツ、少ないですね。お、腰のパーツができました。早すぎ。こうなってくるとスカートとは呼べないですね。次はバックパックです。はいはいはい、入りました。こう合わさるパーツなんですけど、下に入るにもかかわらず蓋みたいなものがついているので、合わせた時に結構綺麗にはまります。これすごいですね。こっち向きでいいんだ。はあ、はい、バックパックができました。この突起のある方が背中につく方だと思うんですけど、見える方がくぼんでいるのでちょっと不思議な感じがします。けどここに後で装備品が入ったりするみたいなので、これが正しい形状みたいです。最後は武器を作っていきます。ウェポンズの和訳が武装ってちょっと面白いですよね。シールドってだいたい1枚板みたいな印象ですけど、こうやってばらけることができる作りになっているんですね。あぶあぶってなんだ。あ、今日も変なこと言わないで終われると思ったのに。
で、シールドの裏に持ち手をつけると。武器が完成しました。これまで作ったパーツを組み合わせてみます。全体像はどんな感じかな。あ、手首逆です。あらあら、下半身をドッキングして、あーすごい、ガンダムルバリスの完成です。シンプルな色味の中にピンクがとてもよく映えています。全体的なフォルムも曲線が多く女性的な印象を受けるので、ガンダムと言われてもいまいちピンとこない独特なデザインだなと思います。本体と比較するとシールドが大きいことがよくわかります。関節が柔らかいこととスカートみたいに妨げるものがないので、このような立ち膝のポージングも簡単に作ることができます。右手に持たせている武器ですが、クリアパーツをつけることによってビームブレードのビームを表現することができるみたいです。後ろはこんな感じ。ここにシールドを分解してしまっていってみます。説明書によると、このシールドはコンポガンビットシールドと呼ばれるもので、ガンドビット、通称ガンビットと呼ばれる次世代分体遠隔操作兵器システムで構成されたシールドと書いてあります。このシールドから分離した各ビットはビットステーブと呼ばれ、水力変更ノズル方式を採用した姿勢制御用スラスターと内蔵されたビームキャノンの連動によって多彩な立体攻防を行うと書いてあります。ただ大きいだけじゃなくて、機能がたくさん備わったシールドというか兵器だったわけですね。右手の武器をガンビットライフルに、左手にビームサーベルを持たせてみました。シールドから分離したビットステーブを背中に装着することによって機動性が向上し、あらゆる姿勢においてモビルスーツの域を超えた加速と制御を行うことができるみたいです。なんだか蝶々の羽みたいに見えるのは私だけでしょうか。とても可愛らしいです。 Twitter でヤンキー座りができると見かけたので、私も挑戦してみることにしました。ヤンキー座りができるかどうかは関節の柔らかさがとても重要な気がするんですけれども、このルブリスちゃんは余裕でヤンキー座りができちゃいました。この関節が柔らかいと人間らしいポーズを取らせても全然違和感がないですね。はい、ということで今回はハイグレードのガンダムルブリスを作りました。形はデザイン画が公開された時点でこれまでのガンダムとは随分違うなっていうのが分かっていたんですけれども、こうやってガンプラを作ることによって、これまで私が作ったことある機体とは構造が違うなっていうのがよく分かりました。ポリキャップがなかったり、パーツ同士の合わせ目が綺麗に合うように考えられてたりして、ガンプラ自体もすごく進化しているんだなって改めて気づかされました。これから発売されてくるガンプラもすごく楽しみになりますよね。そしてアニメ公開の10月もすごく待ち遠しいなって思います。これはプロローグに出てくる機体なので本編には出てこないかもしれないですが、水星の魔女のキットは他のもいくつか購入しているので、こちらも届きましたら作って動画にしたいなって思います。最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。キノさんとのコラボの動画で私の肌がすごいテカテカに見えたのは、あれはツヤのあるファンデーションを使ってたので、しょうがないとはいえあまりにもツヤツヤになっちゃってたので、ファンデーションをこの動画から新しくしてみました。どうでしょうか、少しはマットな感じになってますか。